バッテンです今日はこちら九州大学2024年文系第2問の問題をじっくり解説していきたいと思いますまだ解いたことない方はここで必ず動画を止めていただいて自力で答案を書いてみてから解説の方に進んでくださいではいつも通り解説の大まかな流れと最終的な答えだけ確認してから詳しい解説に移っていきますこの問題通じてですねえ素直に問題文で言われていることを数式に置き換えてで数式の処理をご利用していくというのはすごく大事なんですけれども 図形的に楽ができないかを考えるというのも特に旧定大の問題では重要になってくるので後で詳しく話をしていく時にですねそういった別解も紹介していきますではまず括弧 1B の座標を文字で置いてあげてで問題文で与えられた情報を必要十分に言い換えるとこちらになりますであとはこれを解いていくだけと内積の式からですねこういった一次式の関係が得られるのでこれを2式に代入して解いてあげて1式を満たすものを考えると 座標としては13と求められます。で、幾何的な特徴を生かした別解ですね。まあ、実は三角形 OAB っていうのが1対1対ルートの直角二等辺三角形になるので、それに気づければサクッと図形的に求めることもできます。後で紹介をします。では、過去に、これもかっこいいと同様で、ベクトル OC というのがですね、このように S と T で表されますと。ですので、これを用いて与えられた条件を必要十分に言いていくと、こちらになってきます。面積については成分が分かっているので、 こちらののの絶対値の例の公式であとはこれを解けばいいということで絶対値の関係式からこのようにきれいに整理ができて s と t がプラスという条件のもとで t イコール s を得ますですのでこれを6式に代入してあげて s と t を求めるとこちらでこれらはどちらもプラスになっているのでこれでフィニッシュですで後ほど別解としてですねこれも基下的に捉える方法っていうものを紹介していきます ではここから詳しく解説していきますので分からなかった部分とかもっと掘り下げて聞いてみたいところがあれば重点的に見てみてくださいでは詳しく解説をしていきますまず冒頭にも話した通りですね問題文で言われている情報をですね数式に落とし込んであげてでそこから数式のままゴリゴリ処理していくっていうのはまずすごく大事な姿勢かなというふうに思います、まあ、ただ旧定題を目指すような方はですね、まあ、図形的に楽ができないかという考察はすごく重要でして、まあ、数式のまま ゴリゴリやっても解けるんだけれども、まあ、図形的な特徴に気づくとより処理が効率化できる問題っていうのも多々あるのでですね演習段階からまあそういったものを考える癖っていうのをつけるのは大事かなと思いますでそのためにもですね、まあ、再三言ってますけれども、まあ、図とかグラフはしっかり書いてあげてで分かる情報を書き込んでいくことで、まあ、そういった図形的な特殊性に気づくことができやすくなっていくのでおすすめですで今回もですね A の座標が21と与えられていて、まあ、そうすると原点 O と A の距離っていうのがルート5なんですね で点 b っていうのがまどこにあるかがわからない。これ括弧1で求めるんですけれども、ob の長さがルート10って与えられているので、でかつ oa と ab は垂直なわけですね。まあ、これらの情報を書き込んであげるとあ、1対1対 √2 の直角三角形だなというのが見えたりします。まあ、これを使った別解っていうのは後ほど紹介していきます。けれども、まあ、こういったものもグラフを書くことで見えてくるところかなと思います。では、まずは素直にですね。問題文に呼ばれていることを数式に置き換えて。 で、数式で処理していくという方法を紹介します。B の座標をまずは置きます。数式に落とし込んでいくために、まず B の座標をここでは AB というふうに置きます。そうすると、ベクトル AB っていうのが A-2B-1 と。つまり、各 OAB が90度だよ、垂直だよっていうのを数式に落とし込んでいくために、ベクトルの内積が0だよっていうのを使いたいので、ベクトル AB を計算してます。そうすると、問題文で与えられているものをですね、すべて 数式に言いい換えていきますで過不足なく言い換えていける時は過不足なく言い換えておけばですねもうあとはその数式を処理すればいいっていう安心感が得られるのでおすすめです。まあ、問題によってはちょっと必要条件から攻めて緩い条件を求めてでその中で確かにマッチするよねっていうものを選ぶっていうのもあったりしますけれども、まあ、今回過不足なく言い換えることができます。まずは第一証言にあるよっていうことを AB の条件式として落とし込んでいくとこちらですね。 どっちもプラスだよとで、ベクトル OB の大きさがルート10だよっていうのを数式にすると、成分の2乗の和が10だよということと同値ですね。で、3つ目、あとは垂直だよっていうことを言いたいんですけれども、まあ、すぐに、ベクトルの垂直条件ですね、内積0っていうのは思いつくかなというふうに思います。ベクトル OA が21、ベクトル AB、今求めた通りこちらですね。で、まあ、これで必要十分に立式ができてます。つまり、過不足なく、条件として緩くなったり、きつくなったりすることなく言い換えられています。 だから鋭い方はですね、一個気になることかなと思うのが。実は、こう二つのベクトルが垂直だよっていうことと。二つのベクトルの内積がゼロだよっていうことは。基本的には同値ではないです。つまり、内積ゼロっていうのは、あくまでも必要条件でしかないわけですね。垂直になるための。これは納得できますか。まあ、ただ。この二つのベクトルですね。ベクトル O. A. とベクトル O. B.。がゼロベクトルじゃない場合は同値なんですね。つまり、どっちかがゼロベクトルだった場合っていうのは。 内積は0と定義されていてい、まあ、ただ0ベクトルなんで、まあ、ベクトル同士が垂直みたいなことが言えないわけですね。ということで、まあ、どっちも0ベクトルじゃなければ同値と。で今回どうなってるかというとベクトル OA っていうのは、まあ、A が原点と一致しないんで0ベクトルじゃないよねと。であとはベクトル AB の方なんですけれどもベクトル OA の長さがルート5でベクトル OB の大きさがルート10なので A と B っていうのが まあ点として一致することはないわけですね。ですので、ベクトル AB っていうのは0ベクトルではないです。まあ、つまり今回はどちらも0ベクトルではないので、ここが同値になってきて、この ○3 式ですね、内積が0ということで、垂直だよっていう条件を必要十分に言い換えられています。ということで、これで立式が完了です。今回は必要条件としてではなくて、必要十分条件、つまり問題文で与えられたことを同値に言い換えられているので、あとはこの数式を解けばそれが答えになります。 ということであとは処理ですねで何から手をつけていくかなんですけれどもこの丸3式これ形を見るとわかるとおり一次式の関係式になるので、まあ、それで1文字消去して丸2と一緒に解いていけばよさそうだなという道筋は見えます。ということで内積の式整理するとこちらですね b イコールに整理するとやりやすそうなのでこちらですね b イコール2 a 5を使います。a イコールにしちゃうと分数出てきて若干計算面倒くさくなりそうなのでこちらでいきます。 で、これを2式に代入して、b を消去するとこちら。で、a についての2次方程式解いていくと、この2つが出てきます。で、今代入した式に戻してあげると、b の値も出てくると。で、最後に1ですねで。この条件式まだ使ってないので、これを満たすものを考えると、ab っていうのは1,3と定まります。では、別解を紹介します。冒頭にも話した通り、非可的な特徴ですね。生かしていこうという話で、今回、OA の長さがルート5。 で OB の長さルート10になってくるので,であとここ直角なのでこれ1対1対ルート2の直角二等辺三角形なんですねつまり OA と AB が等しくここは直角になっているような三角形ですでそうなってくるような B っていうのが、まあ、こことあと右下にももちろんあるわけですね、まあ、ただ第一証言にあるという情報から、まあ、この今図に書いている点 B に定まるんだろうなというのが見えますで直角二等辺三角形っていうのをうまく使っていくとですねこの 三角形とこの今緑で書いている三角形ここが合同になりますよねつまり OA と AB は等しいですし、A、直角であってでここが90度であることを踏まえると全ての角度も一致してくるので斜辺が等しく角度全て等しい三角形ということで合同になりますなので O から A に対して x 方向に2行って y 方向に1上がるのであれば 例えばまずこの左上の方です、ね、この b の位置というのは y 方向にプラス +2 行って x 方向にマイナス1行ったとこに出てくることになりますよね。ということで a の座標が21なのであれば b の座標っていうのは13とすぐに求められます。でもう1個の方もですね計算することができて今度は逆に x 方向に1行って y 方向に2下がればこの座標を求めることができて。 3ス1ですね。ということでこれ第一証言になるのでダメということで決定できます。もう全部今解説しちゃいましたけれども直角二等辺三角形だよということを言ってベクトル OA っていうのが21なのでベクトル AB というのは x 方向に −1 いって y 方向にプラス2いったところこっちもしくはその逆ということでプラマイくっついてこっちも候補になってきますけれども。 それをもとにですね、B の候補っていうのを2つ求めてあげると、ベクトル OA 足すベクトル AB で B の座標を求めることができて、1、3かもしくは3マイナス1となってきて、第一表現にあるのは1、3ですね、ということで求めることもできます。ま当、あ、案で書くとするとこんな感じですかね。ただまあ、頭の中でこっちに2行って1上がれなら、上に2行って左にマイナス1行けばいいなとかいうのを思い描けるといいかなと思います。では、同じようにして、括弧にもやっていきます。まずは素直な作戦として、 問題文で与えられた情報を必要十分に数式の条件として落とし込んでいきたいと思います。まあ、状況としてはですね、ベクトル OA、ベクトル OB があってですね、ベクトル OC というのが S 倍のベクトル OA プラス T 倍のベクトル OB と。で、S もプラス T はプラスだよというのが与えられているので、まあ、これはもうどの問題集にも出てくる話かなと思います。まあ、このベクトル OA、ベクトル OB でですね、この貼ったところの内部にあると。 いうのを表してます、ね、でその中で追加で2つ情報があって三角形 OAC と三角形 OBC の面積が等しいよというのが1つでもう1つは OC の長さですねこれが与えられています、まあ、ですのでそれらを全て数式で表していけば解けそうですでまずベクトル OA ベクトル OB もう成分分かっているのでこれを用いてベクトル OC 計算するとこちらつまり C の座標が分かるわけですねであとは まずここを忘れずにですね s プラス t プラスっていうのが1つとで三角形の面積等しいよっていうのをこちらで立ててあげてでこれどういう式か大丈夫ですかね今回ベクトル OA ベクトル OC まあ三角形 OAC の面積を考えるときにベクトル OA とベクトル OC が成分で分かっていてそれぞれ21とこちらですねでそれぞれ成分で分かっているときというのは 片方の x 成分かけるもう片方の y 成分、マイナス片方の y 成分かけるもう片方の x 成分でしたね。こうクロスにかけて引くと。で、それに絶対値をつけると。まあ、絶対値つけるんで、どっちからどっちを引くかは別に逆でもいいんですけれども、まあ、この絶対値を忘れやすいんで気をつけてください。ですね。まあ、これが成分分かっているとき、かつ平面ベクトルの場合ですね。は、まあ、この式で楽ができることは多いです。まあ、原則としてはですね、もちろん。 1/2かける変かける変かけるその強角のサインというところから導かれるこちらですよね。まあ、この公式がありましたよね三角形の面積って。まあ、この証明も大丈夫ですかね。まあ、ここではやらないので各自必ず復習をしておいてください。まあ、サインを1マイナスコサイン2乗のルートにして変形していけばこれが出てきますと。で、まあ、これが大元にあって平面ベクトルの場合はですね、まあ、2つのベクトルの成分分かってたらこういうふうに成分で 計算ししていいこととがができるよというのがありましたなので平面ベクトルの場合はですねベクトル表示成分表示問題に応じてどっちが楽か使い分けていく必要があるのでぜひ復習をしておいてください、まあ、空間座標の場合はですねもうベクトル表示ですね、まあ、こういうようなうまい成分表示っていうのができないので、まあ、基本的にはベクトルでこの公式でやっていきますでベクトル OB ベクトル OC に関してもの成分分かってるんで三角形 OBC の面積もこちらで求められますとこれが面積等しいよと いう条件の理式ですねでもう一つベクトル OC の大きさですねそれが4だよというのが与えられているのでそれぞれのベクトル OC の成分の2乗の和が4の2乗で16になるよということでこの3つが揃って問題文の情報を全て必要十分で言い換えた数式になってきますこれで立式が完了であとは処理ですね移っていきたいと思いますでこの絶対値付きがやっぱりややこしくて 気が引けるんですけれども、これ実は中身それぞれ計算するとですね、きれいに s と t がそれぞれ消えてくれます。で丸ご整理するとこうなってきてですね、で5で割って、で t と s プラスなんですよね今回、マリオンで書いてますけれども、えなのでこれ t 等 s になります。つまりマイナス t の絶対値っていうのはこれ t なわけですね t。t プラスなんでマイナス t はありえないと。ということで t 等 s が成り立つので、これを丸六式ですね。 代入すればどっちも求められますでここはめちゃくちゃ細かいんですけれども処理の工夫でこれ丸六式の左辺をもう展開して変形するのは若干だるいですそうではなくて先に二乗の計算展開する前に先に代入しちゃうと実は楽で t イコール s なんで 2s プラス s の二乗全部 s に揃えていくと s プラス 3s の二乗が16ですよね そうすると 3s の2乗 4s の2乗になってきてすぐに計算ができます2乗の展開が必要なくなります何とかプラス何とかの2乗の展開がなくなるんで若干計算が楽になりますで s2 乗でくくってこちらで s について解くと s はプラスなので s が5分の4ですねと求まりますということで t も5分の4これで5分6が解けていてあとは4のチェックですね s も t もプラスだよというところをチェックしてどちらも5分の4で OK と。 いうことで求められますまずはこの素直な発想ですね問題文で与えられたものを数式に落とし込んでそれを的確に処理していくというのが大事ですで括弧1と一緒でこちらも図形的な別解があるので紹介しますやっぱりこの面積等しいっていうところですよねこれを幾何的に捉えてみると結構面白いことが分かりますで今回三角形 OAC 三角形 OBC 考えて OC をですね共通底辺と見ます、まあ、そうすると、まあ、C は 三角形の OAB の内部か外部かまだ検討してませんけれどもまあどちらでも一緒でして例えばこういうふうに書いてみると三角形 OAC を OC を底辺だと見ると高さがここら辺になってきますよね。で三角形 OBC についても同様でこんな感じになると。そうするとこの2つの三角形の面積が等しいということは底辺が OC で共通なので高さが等しいということが言えますね。 つまり今考えた2つの高さが等しくなるとそうするとですね、まあ、これ三角形の面積比の問題でよくありますけれどもこの線分 AB に着目しますそうするとこの OC と AB の交点っていうのが AB を2等分してるはずなんですねこれ分かりますか高さ自体が等しいで今考えたこの斜めの線っていうのは高さじゃないんですけれども、まあ、高さもどきみたいなものでえここも結局等しくなると。 つまり、AB の中点を OC というのは通ってくるわけですね。つまり、日本語にしていくと、今、OC と AB の交点を先にまあ M と置いておくと、三角形 OAC= 三角形 OBC というのは、要するに AM 対 MB ということを言っていることになります。大丈夫ですかね今話した通り、底辺 OC だと見ると、高さが等しくなると。で、高さが等しくなると、AM と MB も等しくなるよと。まあ、このつまり、このつまり。 この三角形同同士が合同になると,いうことです、ね、まあこれは中学数学でもやると思いますけれども平行線と線分比でも考えることができます。ということなのでこれつまりどういうことかというと半直線 OC というののは AB の中点を取るわけですねよろしいですかね2つこう辺があった時にこの2つの辺と丸1点取ってきてここを結ぶこう三角形の面積が等しいよと言った場合は必ず ここの辺の辺中点を通るとということですねで。これ面白いのが別に今回は直角二等辺三角形にこの三角形 OAB はなるんですけど直角二等辺三角形だからじゃなくてこれどんな形の三角形についても言えるっていうの分かりますかね今の議論を踏まえると納得できるかなと思います。今ちょっということで C がどこら辺にあるかっていうこう原点から見た方向が決まったわけですね。 そうするとあと残ってる条件として OC の長さが4っていうのがあるんでそれを用いて C の位置が決定できそうです。そこでこのベクトル OM ですよねこれを伸び縮みさせてベクトル OC を作るというのを考えて共線条件ですね正の実数 K を用いてベクトル OC というのを今回 S と T+ プラスなんで最初に話したようにこの内側にあるっていうのを踏まえて K はプラスだというのを見越しています。 そうすると、ーブにするとこちらですね。で、ベクトル OC の大きさを考えたいので、えー、考えてあげて、まあ、K プラスなんで外に出せて、計算すると2分の 5K と、きれいに求まります。で、これがイコール4なので、K が5分の8になります。つまり、これでバシッと C の位置が決定できましたと。AB の中点を M として、ベクトル OM を5分の8倍したところがベクトル OC。で、今回求めたいのは、別にベクトル OC の成分、C の座標とかじゃなくて、 ベクトル OM a とベベベクククトトトルルル OB o でで、表したきののの係数なまままます。つりというのは中点公式から2分の1倍のベクトル OA プラス2分の1倍のベクトル OB と。でこれ展開するともうサクッと係数が求められます。5分の4ですね。確かに答えが一致してます。まあ、途中で話したようにこれ直角二等辺三角形じゃなくても使える発想なので、まあ、図形的に見るとこういった楽ができるよと。 いうのを知ることとができるいいいい問題かなという,ふうに思います、まあ、この高さの比をですねこう斜めの線分の比で捉えるっていうのは結構よく出てくるのでこの発想はできるようにしておくといいかなと思いますはいいかがでしたでしょうか、まあ、すごくオーソドックスな問題で、まあ、素直にですね言われたことを数式にして数式を的確に処理していくという流れはすごく大事ですし、まあ、解き切りたい一問かなと思いますけれども是非急手で目指すような方はですね図形的に 楽ができないかを常に考える癖をつけておいてもらえるとこういった問題で時短につながるのでおすすめですでは今日もお疲れ様でしたありがとうございました